その進めるのってどういう気持ちなんですか、うん、どういう気持ちなの。だから言わさ万病に効くからね。あの人もう嘘ばっかり。あの人さ好き嫌いが激しくて気にしちゃダメよ。あんなお客いっぱいいるからね。おばちゃんの気持ちわかるな。僕もここなかったら僕も話すとこないし。薬湯始めてみませんか。湯上がりスケッチ木曜夜10時光 TV にて独占配信。